っちゃ楽しみ。わかったよ、行くから。驚いた、なぜここに。偉大なる預言者、これからの未来を教えたまえ。コインを入れるのだ。あ、もちろん、捧げ物ね。もっと教えたまえ。ケーキと足の枝、どういう意味だろう。1たす1は汗と辛い顔、剣の訓練。はい、ダイアナ。ああ、バーバラ、ねえ、この絵とか顔とか何。ああ、絵文字だよ。言いたいことを早く伝えられる。カーラは数学の授業が嫌いって言いたいわけ。でもちゃんとした言葉じゃない。そう、記号だよ。組み合わせて思いを伝えるの。暗号みたいに。ああ、なるほど。バーバラ、ありがとう。いいってこと。じゃあね。これで未来が見えてきた。ねえママ、あのお姉さん何してるの。早く行きましょう、見ちゃダメよ。うん、どうしたのダイアナ。全ての未来が分かったの、預言者が私に教えてくれた。うん、そうかそうか、なるほど。アイス食べに行こう。はい、ダイアナ、何してるの。バーバラが絵文字を送ってきたの。とても効率的なコミュニケーションなんだ。新しいオーガニックレストランで食べてるみたい。やった、あの子ベジタリアンになったんだ。今までブリとばっか食べてたもんね。ベジタリアンいいよって勧めてたの。ベジタリアンって宇宙人じゃないの。ああ、他のグリーンランタンはみんなお肉ばっかり食べてる。悲しい顔？レストランの料理が美味しくないのかな。うえ、またネズミが出たのかもしれない。吐いてる顔と植物。大変、腐ったもの食べたんだ。危険な植物？ポイズン！化学調味料じゃない？そのお店使ってるんだ。まあとにかく野菜が美味しくなかったんだね。絵文字の意味が分かったって知ったらきっと喜ぶ。ポイズン！アイビー！送信！薬品とツタ。植物が怒ってる？毒？ポイズン！